まずはおめでとうございます。ありがとうございます。まずは率直な今のお気持ち、感想を聞かせてください。まさか自分がこうして選んでもらえると思っていなかったので、率直にすごく嬉しいのと、やっぱり皆さん両チームの先輩方が私のプレーを生かすプレーを拾ってあげてくださったので、こうして選んでもらえることができて皆さんに感謝しています。今回両チームを通じて最年少ということで、いわば先輩だらけの中でのこのオールスターゲーム、いかがでしたか？すごく最初も今も緊張はしているんですけど、本当に監督コーチして選手の皆さんが温かく声をかけてくださって、自分自身のプレーが思い切ってできたので良かったです。先輩みんな優しかったですか？先輩方が優しかったですか？とても優しかったです。誰が一番優しかったですか？やめときます。みんな優しかったですよね。さあ大林さん、せっかくなので。いや、みんな思ってるでしょう、下世話な話を聞きます。誰と食べに行きますか？岡山シーガルズのみんなで行きます。みんなで、はい、ぜひね、行ってくださいね。本当に素晴らしいプレーを見せていただきました。いや、さあそれでは、VOM 獲得したので、なんとここからですね、ご自身のチームPR タイムがございます。岡山シーガルズのいいところとかアピールポイントあったら、ぜひこの会場の皆さん、そして日本全国の皆さんにアピールしてください。お願いします。今日はお足元の悪い中ここまで来てくださりありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは本日の VOM 岡山シーガルズ才木アミカ選手に大きな拍手をお送りください。さあそれではこの後なんですが、各チームから代表選手が、来年の試合への意気込みを発表してもらいますので、選手の皆様コート中央に整列をお願いします。